村田駐在宮高バス村田駐在所は、宮城県柴田郡村田町村田二月伝10の後にある、宮古バスの営業所。正式名称は白石営業所、村田駐在。時刻表などでは便宜上、村田営業所として案内されている。当記事では、同居している宮城交通仙台営業所、村田駐在、及びバス停である、村田営業所バス停についても記す。 元々は、宮城交通、村田営業所で、川崎線と秋保線を中心に受け持っていた。秋保線の仙台側前運用として、仙台営業所主幹路線も多く受け持っており、一時期は、航路の8割前後が、仙台市内とも言われていた。その後、秋保線の菅尾、村田系統が廃止されたことにより、仙台市内での前運用は廃止。代わりに、 村田所属の運転士が仙台営業所へ出張し、仙台営業所の航路で乗務する携帯を取ることになった。秋保線の川崎系統を主に担当する村田所属川崎在勤の運転士も配置されていたが、村田に集約され、秋保線の川崎系統は村田川崎間を改装で送り込んでいた。 2008年10月16日に宮城交通本体から地域市街社の都バスへの移管を実施。秋保線は宮城交通本体の路線として残り、村田駐在所とその他の路線は移管された。村田所属の運転士が仙台営業所への出張はなくなったが、その穴埋めとして一部運転士が仙台営業所へ移動することになった。 2011年10月3日のダイヤ改正により、宮城交通仙台営業所、村田駐在が発足している。宮城交通仙台営業所から、秋保線の川崎系統と秋保系統の一部便が、移管された。川崎線、長野線度休日運休。秋保線、こちらを参照のこと。仙台、川崎町線、仙台市内と川崎町内は、従来より、 宮城交通が国道286号経由で秋保線を運行してきた。しかし利用者の減少により運行本数が減少していた。路線バスの保管をする目的を兼ねて子会社の宮古バスが仙台市内と川崎町内を結ぶ特急バスを開設することとなり、川崎側の発着地をボートピア川崎とし、道の区湖畔公園を経由することによって、 仙台側からの利用者にも配慮した。開業当初より、朝の上り一便は、村田町経由であったが、2012年7月10日より、全便が、村田町経由で運行されることとなった。2015年3月16日より、土休日は運休となり、平日に往復のみの運行となった。2016年10月10日をもって、運行を終了。 この路線をめぐっては2010年8月中旬には宮城県岩沼市の旅行会社が貸切バスを使ったツアーバスでの運行を計画していたが東北運輸局が既存の路線バスと運行形態が似ていると路線バス開設の許可を得るように異例の要請をしていた東北運輸局が問題にしたのはと判断したとしているただしツアーの違法性については 許可を取らずに運行した場合、運輸局側からの明確な回答が出なかったために、旅行会社から反発を受けた。旅行会社はやむなく、運行延期を決めた。過去にツアーバス企画会社に運行許可を取るよう求めた、ケースはない。そして2010年9月になり、都側に運行許可が降りた。都は、他社の参入は全く判断材料にならなかったとしている。 県庁市役所前から、仙台駅前村田町役場前から、川崎案内所ボートピア川崎2015年3月16日、現在、宮城蔵王温泉号、村田営業所バス停は、宮古バスの停留所である。ありがとうございます。